ために誰のためにルミラ TV をこれ始めますというキックオフのこのイベントになっております。で一番大事なことはやっぱり YouTube というのは、うん、これ世界にすぐ発信できるわけですよ。はいはいはい。ということは日本人のその固定観念じゃないことでグローバルに通用するようなことをやれたりしたら、うん、なんか新しいことになるんじゃないかと、うん、その辺のことを目指したいなと思って、まあ、あえて YouTube の中でもテレビ曲を作ってすごい企画ですよね。それをね、いろんな番組作っていこうと思ってるわけですよ、はいはいはい、ね、お笑いバラエティ番組、アート番組、はいね、そしてあの今目論んでるのはニュース番組もやろうかなと思ってます。おお、うん、ニュースも僕はあんまり外に適応できない人間っていうのがまあ、コンプレックスでもあってで、なんていうかこう普通になんかこう一般的に言う生産性っていう言葉で片付けると自分はかなり低い人間なんですね。だからあんまり外だと活動できないなってことで、でまあこう家で作ってるわけなんですけど、でやっぱり誰かっていうかこう。なんか本当はいろんな人に自分を知ってもらいし知ってもらいたいし見てもらいたいなっていう気持ちがあって、それで、まあ、なんていうか他人と接触することができる存在としてコンタクターっていうのを名付けて、ちょっとこう人には見えないですけど人と同じぐらいの感受性のあるような顔っていうか、うん、可愛がってもらえそうな顔でちょっとこう何か作ってますね。なるほど、自分が外とつながるための存在としてスタートしたって感じですよね。明日も君といたい。ありがとうございました。